続いては兵庫スター食材図鑑をお届けします。今回はどんなロケ内容でしょうか。はい、今回は姫路市に行っておいしいイチゴを収穫してきました。みんな大好きですからね、はい、イチゴね。ではお二人 VTR 振りお願いします。はい、白とだっぺのスター食材図鑑 VTR どうぞ。姫路市にやってきました。はい、井川さんは姫路市来たことありますか。何度かありますね。あのお城とかを見に。ああ、やっぱそうだよね。やっぱ国宝なんで、ね、まあ、ゲームのポイントでもあるんでね。そのためかよ、はい、兵庫県南西部にある姫路市、国宝で世界文化遺産に登録されている姫路城があり、歴史が息づく街として知られています。2人がやってきたのは夢咲町。見て見て、はい、魔法のイチゴって書いてる。魔法なんですか。魔法のイチゴってどんなイチゴだと思う。なんか変わったイチゴ。あ、形が、形が、うん、魔法のように甘いのかな。今回のスター食材は姫路市のイチゴ。特に夢咲川や市川が流れるエリアで栽培が盛んで、3月頃に出荷のピークを迎えます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になるのは観光農園を営む福田秀明さんです。こちらになります。お邪魔します。はい、どうぞ。あ、香りが、香りがしよう。イチゴがいっぱいなってて可愛い。あったかいわ、あったかい。これ福田さん何度ぐらいですか。今はね、25度の設定になってます。気温だ、はい、イチゴは寒すぎても暖かすぎても養分を吸い上げにくいそう。徹底した温度管理が重要です。何株くらい、はい、ね、2万1000株あります。これ全部同じ種類ですか。いや、8品種あります。8品種、はい、農園では濃厚な甘酸っぱさが特徴の四つ星や、口どけがいい秋姫など8品種を育てています。こちらが紅ほっぺになります。あ、いや、大きい、見て。紅ほっぺはね、結構大きくなりますね。井川さんみたいだね。ね、大きさね、うん、指2本で挟んでもらって優しく持ってもらいます、はい、でこうポキッと、あ、まあ、折るようなイメージで。それでいけるんだ、はい、うわー、すごい、すごい、これは大きい。じゃあいただきます。あ、めっちゃ甘い、うん、上側は本当に酸味がある。先端の方が甘くて、うん、だんだんヘタの方に行くにつれてちょっと甘みがなくなってくるような形になります。ヘタの方から食べてもらう方がだんだん甘くなる。上から食べた方の方がでも、もっと、うん、あのなんかグルメな方は横から食べるんです。横、はい、甘みと酸味と。なるほど、もうそこまで行くとプロートになります。あの入り口に魔法のいちごって書いてたんですけど、はい、まあ、安全にな、うん、お子様でも、ね、うん、笑顔になって美味しく食べれるようにって、うん、漢方生薬の肥料や、うん、あと EM 菌と、はい、あとさらにミネラルの肥料を入れて、うん、みんなが頑張って作ってるいちごになります。魔法という言葉には人々を笑顔にできるようにとの願いが。こちらの農園は2015年から山あいにあるゴルフ場の一角を活用して開園しました。広い土地と地下水に恵まれている一方、日当たりが良くないという課題も。栄養をより効果的に行き渡らせるため着目したのが肥料です。研究を重ね、漢方薬などを混ぜることで元気で美味しいイチゴを育てています。ではこちらが香りのになってきます。香りの、はい、わー、香りのちゃんたち。ま、香りのっていう名前だけあって、はい、香りがとてもいい品種になります。うーん、見分け方として赤い子がやっぱ
いいんですよね、はい、上の方まで赤くなってきて、上の方まで赤く、ヘタがこうちょっと反り返ってるようなものが、ヘタが反り返るまで、はい、で艶があって張りのある、こっち、あ、これやろ、ツヤツヤよ。これじゃあ2つのこの指で挟み、はい、上にキュッ、はい、あ、できた取れた。めっちゃ甘くてジュースみたい、果汁が、はい、果汁がもう、もうポッ、もう落ちる、ほら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 すごくない、え、うん、上の方まで甘い。すごい、これなんかすごい、うん、なんか香りが強い、本当に感じがする、初めて食べた感じ。ここで福田さんからあるミッションが。この中にね、まだね、うん、あのできてからまだそんなに経ってないくて、うん、まだレアな品種が 2品種あるんですね。あら、はい、なんだろう、どれだろう。それを2人でちょっと探してみてください。すごい広いからね、これ、ね、うわ、この子だと思うんだけどな。あ、これ、あ、今回のスター食材は姫路市のイチガ。広い園内では8品種を育てています。この中に市場に出回ることが少ない希少なものが2品種あるそう。2人に探してもらいます。私的に聞いたことないの、これスターナイトだと思うんだよね。私1個食べてみよう。本当に上まで赤くなってる品種、うん、やつを見つけたらもう食べるべき。あ、もう食べるべきだ、これだ。スターナイト、かっこいい名前。いただきます。おいしい、甘いね。とね、本当に甘くなると20度超えてきます。糖度が20度超えて。おいしいやん。おいしい。なんかいちごジャムとかぐらいもう甘い。いちごの中でもあのビタミン C が多い品種になるんですね。福田さん、この中で一番お好きな品種ってどれなんですか、福田さんは。今目の前にあるこの美味しいベリーが私一番好きです、ね。その理由は？やっぱりね、この独特の風味、うん、あ、はい、普通の、うん、まあ、いちごらしいいちごとはまた違った味わいがね、うんうんうん、大好きなんです。あ、なんかもうめっちゃ迷う。難しいですね。ダメなんですかね。そうでもないですか ね。ねえ、ちょっと小さいかもしれない。この辺かな。あ、でもどうだろう。小さいとなんか。貴重な感じがする、うん、そうそう、うん、美味しいけどね、食べ過ぎてな、な難しい。育てるのは難しい品種っていうのはまだ出てからあんまり経ってない、まだ栽培の仕方が確立されてない品種になって、あれ、これって何ですかね。試験品種区、あの試験的に作ってる品種になります。はい、あ、じゃあこれはまだ世に出てない、取っちゃいけない感じなんですね。あ、取っても大丈夫なんですけど、はい、開発中なので、はい、あの世に出るか出ないかまだわからない品種になります。ここでボツになることもあるんですね、まあ、はい、ストレート、そうなんです。今取り方がこれなんですよ。ストレートが一番取りやすいと。なるほど、はい、甘みとその酸味のバランスがすごくいいなっていう感じがします。はい、あのこの新品種というのはまだ名前もない。情報をもとに食べ比べた2人、希少だと思う品種を発表します。せーの、スターナイト。お、まあ、名前がもう、もうなんかレア感ある。私星組でしたし、はい、もう、はい、もうスターナイトで。自分は、はい、井川。どういうこと？
え、どういうことですか。どういうことですか。新しく作ったんですよ。え、見なかったですか。新しい品種。何を、その、まあ、とりあえずまだ発売されてないから、まあ、命名したっていうか。これからできるの。そうそうそう。ダメだよ、作ってもないし何の差し障りもないのに。8品種の中から、はい、そうですよね。の浅いスターナイトと卒が、うん、あの貴重な品種になります。どっちか迷ったけど。確かにね。井川さんが見つけた新品種は8品種の中に含まれないのでアウト。福田さんの今後の目標を聞かせていただけますか。はい、いちごを作っていると、うん、やっぱりね、皆さんの笑顔が見れるんですね。今のいちごをもっと美味しくして、うん、もうたくさんのお客様を笑顔にするために頑張っていきたいと思います。ということで、姫路市のいちごをスター食材に登録。はい、美味しいいちごいっぱいいただきました。食べ比べ、はい、今回8種類あったんですけど、うん、そんないちごに8種類もあったとは、ね、驚きでしたよね。うん、で、あの本当個性豊かで全然味が違って、うん、なんか甘いの食べてると、あ、酸味が多いのに戻ろうかなとかね、いろんななんか食べたくなるので面白かったです。面白いですね。はい、ですか。いや、もう本当ね、8種類あるんで、うん、もう味ね、それぞれね、甘みと酸味のこうバランスが違ったりとか、うん、風味も違ったりするんで、もう本当貴重な体験でしたね。はい、この品種にぜひね、新品種の井川。そうですね。ちょっとでも難しそうでしたね、命名。まあ、もしかしてあるかもしれないですね。あるかもしれないの。めちゃくちゃいろんな過程を経ないと登録されないということなので、ね、はい、ね、夢のまた夢にして。でこのいちご狩りなんですけれども、うん、一般の人っていうのもできるんですか。そうなんです。いちご狩りができて、あの30分取り放題で食べ放題なんですけど、最初、30分しかないのと思ったんですけど、結構お腹いっぱいになるんですよ。やっぱ大きいし、一個一個大きいし、やっぱ水分量も、ね、多いですね、多いので、はい、もう10分ぐらいで結構もうお腹がいっぱいになるので、満足度は高いと思います。もう30分食べ放題、幸せな時間が過ごせる、はい、ということですね。ぜひ気になる方ね、こちらチェックしてみてください。ここまで兵庫スター食材図鑑のコーナーをお届けしました。